マカロンを作ります。使用する材料はこちら。まずはマカロンの生地を作っていきます。卵の白身と黄身を分けていきましょう。分けました。この分けた白身を泡立て器を使って泡立てます。ちなみにこの泡立て器ですが、以前に紙が接触が悪くて動かんと言っていたので買い替えました。紙がひとまず軽く泡立てました。ここから粉類をふるいながら3回に分けて入れていくそうですよ。ふるいながらといっても我が家に粉ふるいなんて上等なものはないので、ザルを用意しました。穴が開いているのは粉ふるいと同じなので、これでなんとかなるはずです。ということでふるいながら混ぜていきましょう。ところで今回なぜマカロンを作っているかと言いますと、可愛さに飢えていたからです。というのも最近コロナで外出ができないのはいいことに部屋の DIY を始めたんですよね。で DIY の一環として壁にキーソードを延々と塗り続けていると、壁の単色に甚だ嫌気がさしてきまして、もう単色は嫌じゃい、もっと可愛いものを見てんじゃとなったので現在に至っています。そんなこんなでこのものを混ぜ終えたので、ここからマカロナージュに入り、すみません間違えました、マカロナージュしていきます。マカロナージュとはメレンゲの泡を潰しながら混ぜる工程のことです。これをすることでマカロン独特のあのつるっとした感じになるらしいですよ。あとついでにマカロンの色を可愛い黄色にするために色素を入れています。投稿者はマカロンを作るのは初体験なので、なんとなくのところまで混ぜていきます。混ぜました。あとは混ぜたものを絞って放置して焼いたらマカロンの生地が完成です。焼き上がりました。ということでマカロンを作っていたらカントリーマームが完成しました。なんでしわくちゃになってしまったん。可愛くない見た目になってしまいましたが、これでよしとし、神は言っている、あかんと、いやダメです。今回は可愛さを求めてマカロンを作っているんです。こんなんじゃ終われません。ということで可愛さを求めていろいろ頑張った結果こうなりました。ということでこちらが完成したしわくちゃピカチュウです。うん、すまない、投稿者にはこれが限界でした。うまくごまかせたかどうかは分かりませんが、投稿者が満足したのでここで動画を終わりたいと思います。ということで長時間のご視聴ありがとうございました。